木下ホールは、かつて、愛知県名古屋市畜作内山にあった、映画館。今池と呼ばれる地区にあり、74席の位置、スクリーンを有していた。1986年3月1日に開館し、2019年4月26日に、閉館した。株式会社、木下木下ホール運営元の株式会社木下は、木下もさぶろうが一代で築いた企業であり、 ゴルフ関連事業などで成功を収めた。中部国際ゴルフクラブ、ゲロカントリークラブ、新州稲国際ゴルフクラブ、釧路空港ゴルフクラブ、滝川丸香高原カントリークラブなどを経営している。木下も三郎は1983年、名古屋初の本格的な映画会社である、木下映画という映画制作会社を設立。初出資作品となった1985年の、 生きてるうちが花なのよ死んだらそれまで与党宣言は、キネマ旬報ベスト10で7位になるなど、高評価を得た。木下映画は、ちーちゃんごめんね、パイレーツによろしく、厳選館主人を含めた計4作品の制作も手がけている。初代ビル時代1986年3月1日、株式会社、木下は、名古屋市畜作内さんに、今池音楽会館を設立し、 その1階に映画館の木下ホールを開館させた。オープニング作品は株式会社木下自らが制作した生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよと宣言であり、森崎あず監督が来館して舞台挨拶を行った。開館当時の今池には木下ホールの他に今池劇場、今池名画劇場、今池地下劇場、今池国際劇場、今池国際,池国際シネマ、 今池日活平和会館、今池アカデミー劇場、名古屋シネマテイクの8巻の映画館があった。木下ホールは2番館として、誰も知らない、揺れるなどのミニシアター系の作品から、第3の男、格好の巣の上で、などの名作まで幅広く上映。2007年7月21日、今池音楽会館の建て替えにより休館となった。二代目ビル時代今池音楽会館ビルは、 コア、セルダムと名を変え、座席数を100席から74席に減らして2008年12月27日に再開館した。地上5階、地下1階建てのコアセルダムには、1階と地下に、名古屋芸術音楽学院、今池芸音劇場が2階に、木下ホールが入居している。2009年3月7日、3月21日からの上映を控えていた。 悲しいボーイフレンドの先行上映会が行われ、俳優の寺脇康文、女優の寺島崎、監督の草野明原が舞台挨拶を行った。2019年4月26日に閉館した。木下ホールの閉館により、今池で営業中の映画館は名古屋シネマテイクのみとなり、名古屋市で営業中の名画座は三越映画劇場のみとなった。木下ホールは、 社長の熱意によって運営されていた映画館だったため、再三面は度外視していた側面もあった。ありがとうございます。